総理官邸では先ほどまで安全保障会議と閣議が開かれましたで安全保障会議で野田総理大臣が指示を出しました、えー、指示の内容ですけれどもまず1点目はですね、えー、関係省庁にあたっては引き続き緊張感を持って情報収集に努めること2点目は国民への情報提供に全力を尽くすことそして3点目は関係各国と連携強化を図ることこの3点の総理指示が出ました 現在でも総理官邸では田中防衛大臣が藤村官房長官と今後の対応を協議したり情報を分析しています早速外務省の幹部はです、ね、アメリカや韓国の関係者と電話で協議し連携を強化することで一致しています政府ですけれどもこの後も必要に応じて安全保障会議を開いて情報分析などの対策を進めることにしています